世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はね、こちらリリカとルルカ使っていきたいと思います。まあ、ここまで見てくれた方は見たと思うんですけど、はい、ちょっとね気合入れてオープニング作りました。曲までまた作ってしまったっていうね、さらっと曲を作る男。はい、このねリリカとルルカで今日はコンパス界の平和を守っていく、そういう動画でございます。まあ、特にねルルカは今環境的にもマジ強いんで、きっと活躍してくれるはず。この時はまだ分かっていなかった。デブがこの実況をめちゃくちゃにすることに。さあ、まずここ、デブが C をタッチすると、でまあここいろいろ来そうなんで、はい、リリカの HA でしっかりと妨害していくと。あっち行けこら。でルルカが1人落としてくれて、はい、マジスクまで入れて、とりあえず C を安定させる動きですね。そう、リリカは通常攻撃は2段目キャンセルが強いので、まあまあ余裕があればやっていきましょうという感じですね。でまあデブがねこう周囲を打ちたそうな動きをしてるんで、まあしっかりね自陣ポータル踏みながら、まあ最大火力で殴っていくと。まあこの辺はちょっとお見合いかな。ただね、向こうの凛ちゃんも痛そうですね。で早速、はい、お相手のルルカが、はい、ヤンデルハートを投げつけてくると。でここねピエールがちょっと周囲食らっちゃってたんで、僕がうまいことし入りつつちょっと守っていく形ですね。ただここ号令食らっちゃうんで、多分凛ちゃんのこの火力は落とされますね。とんでもない火力だな。ただこちら、はい、しっかりピエールが残ってるんで3点踏んだところで HS さあ来るぞ。はい、このね HS から脳死周囲強すぎる。なんなんだこいつ、本当におかしいやろ。はい、これでもう速攻2立てですね。いや一応これあれなんだよな、リリルの強さをお見せしたい動画なんですけど、いやデブが暴れてるマジで。そして向こうもね巨大化してるということで、コンパス界の終わりを見てるなこれ。今のコンパス界を象徴してるこれ。さあそこねしっかり落としてくれますが、ちょっと生徒会で落とされてしまって、まあ僕はバカうまいことねコンテナ陰キャ戦法で OK で、ここ周囲来ると思ったんで、はい、しっかりガード先読みでしっかり周囲をいなしていって、はい、ドンキもうまいことかわしていく。でここでねリンちゃんの HS 来るんで、合わせて僕も HS ですね。はい、みんなで頑張ろう。ただここ生徒会合わされてしまいますが、ここでルルカパワーアップ、そして周囲はもうとりあえず連撃している。ここで最大火力のヤンデルハート発動、いや全てを焼き尽くしていく。凶悪すぎる。はい、ということでもう残ったらねピエールだけなんで、もうこれは勝ちですね。さあ最後にピエールをいじめていくということで、1戦目は勝ちですね。あーあれおかしいな。まあまあ一応ベストプレイヤー取りはしたものの、いや暴れてましたね後ろでピザ回してるやつが。はい、そんなわけで2戦目いってみましょう。さあ2戦目ですね。いやーちょっとね1戦目はなんかピザがめちゃくちゃ暴れていた気がしますが、さあ果たして2戦目はどうでしょうかということで、で、ステージはチッパカですね。でホワイトもまたピザがいる。もうどんだけ人気なんだこいつ、まあ、強いからな。そうあのね結局このリルカのアビリティ、リリカがお亡くなりになると強くなるっていうやつなんですけど、これまあぶっちゃけ今こういう構成でやってますけど、まあ、正直今ガンナー枠だったらねもうリンちゃんとかイスタカとかと組んだ方が強いと思う。うん、まあやっぱゲーム的な強さを求めるんだったらリリカの相棒は正直マルコスっすね。ただやっぱ可愛いじゃんこれ、使ってて可愛い。皆さん分かります？可愛いってジャスティスなんですよ。あのジャスティスじゃないですよ、正義ですよ。まあ決して弱くはないんでね、うん、まあ可愛さでマウント取っていこうと。はい、でここね僕は実は裏で対応は入れてるんですよ。なんでルルカの火力がねめちゃくちゃ痛いと、通常攻撃でも。でデブ対デブの不毛な追いかけっこ、お
ただぐるぐるで吹っ飛ばしたんだ。これワンチャン D 取れる。ナイス、取っていく。さあここ週刊で割って、フルーカちょっとタゲ取れてなかったのかな。さあここはねしっかりイエーガーで避けたところ、リベルルまで入って、でここアバカンは向こうにピエールに入りますが、はい、ここはしっかりねルルカが落としていくと。でマジスクまで入ったんで、ただあーここゴロゴロで妨害されて、うーんちょっとしんどそうですね。はい、僕もしっかり距離を取って、でここルーカがね魂のフルーク打ってくれたんで、まあ、僕はしっかりマリアにタゲを付け替えてマリアをしっかり落としていく。でピエールの周囲に合わせて HS、 ただここ2枚ね亡霊入っちゃうんで僕の方は落とされますね。ただピエールが生き残るんで、はい、でさらにルルカも、はい、ヤンデレモードで最速で戻ってこれると。はい、でしっかりねリンちゃん落としてくれて、どうにかあれですね脅威は去りましたね。さあここはね不毛な争いをしてますが、はい、こっちはねピエールとのツーオン、はい、ここで対応は発動。さあ何か周囲を当ててくれれば、はい、いいですね。対応はプラスリリカポータルなんで相当いい火力出ますね。でここでリンちゃん HS、 まあここある程度広がってるんで、リンちゃんの HS はまあしっかり距離を取っていなしていきたいですね、まあ、ソーシャルディスタンスってやつだな。でここで、アミドワが来るということで、もう全員集合ですね。でここは2人ともうまいこと、まあ、HS やらイエーガーでいなしてくれて、ルルカ HS 発動といいですね。さあ来たぞ来たぞ、これもう1試合に2回打てるのは普通だからな。はい、でここの亡霊もしっかり入っていくと、で、はい、マリアを落として最大火力源をねしっかり落としていく。でさらにこっちはこっちでね僕が、はい、リンちゃんも落として最後いろいろはめ殺してラスト3立てでフィニッシュ、勝ちですね。いやーちょっとリリカ空気な感じがするけど、まあ、とりあえずこの、はい、いやーデブとねルルカの組み合わせが強えわ。これ絶対理論上あれだもんね、 HA 構えて周囲構えてってれば何か入るからね攻撃が確実に。でそこにリリカの超火力が飛んでいくという感じで、いやー強いですね。それではラストの試合いきましょう。はい、それでは最後の試合ですね、見ていきましょう。ちなみに僕は追従オフじゃないと使えないんであれですけど、リリカは多分追従オンの方が強いですね、引き打ちできるんで。さあどうなるかな、お相手もはい、相変わらずデブ。まあこれね動画化したのはこの3試合ですけど、まあそれ以外にも何試合かやったんですけど、もう半分以上がデブ、まああとリンちゃんっすね。どんだけ上位帯にいるんだって感じっすよね、まあ、強いからな。さあそんなわけでまずは、イリタッチから始めていくと、でここは、はい、デブがゴロゴロで突っ込んできますが、はい、マジスク入れてくれて、はい、ここはねしっかりレガレ防ぎつつ、はい、ガード割ってくれるんで、はい、周囲はしっかり距離取ってるんで大丈夫。はい、ここはしっかり落としていく、いいですね。これでとりあえず初動の3点は安定した形なんで、しばらくはためかな。はい、2人に D を広げてもらって僕は E を広げる形ですね。まあピエールもルルカもね HS は軽いんで、まあ、B 上げれば十分たまるだろうと。で僕の方はしっかり E を広げて、はい、HS を貯めていくような形ですね。でまあ、2人が C 見てくれてるので、まあ、僕はちょっと広げきってから前線に上がろうという感じでございます。さあここで、デルミンが裏取りに来ているということで、まあ、僕ちょっとまあフリー対面なんですけど、まあ、僕が対応せざるを得ないという感じですね。まあまあとりあえず逃げ回っていればやられることはないん で、はい、でここでピエール落としてくれましたね、ナイス。で、これ逃げる時のコツなんですけど、そういう時はもう勝てねえと思ったらとりあえずひたすら敵陣に引っ張って死ぬ、うん、これ大事ですね。まあこうすると何がいいかって、その自陣ポータルを触られることがないじゃないですか。なのでまあ、もうこれ無理だと思ったら、まあ、余裕がある時は極力敵陣に引っ張って逃げると、はい、いいですね。こうしっかり可能で避けて、はい、フルーク回ってて、
ただ、さすがのトマス耐久力ですね。さあ、でここで C がちょっと当たってしまいますが、 C のカバーは入れる。はい、向こう号令打ってるんで、まあこれはうまいこと避けて、まあ行ったり来たりですね。はい、でここ号令入れてくれるんですが、さすがにトランク付きのデルミは落とせないですね。はい、でここはね、もうね、デュランシルとトランクゲーミングにやられるんで、とりあえず HS で、はい、ただここやる気マックスしてると、ただやる気マックスはうまいこと避けられたんで、はい、ここはね、デルミン可能でも狙ってると思うんで、はい、しっかり距離取りつつなんだこれ、めっちゃ不毛な争いしとるやんけ。いや、なんなんだこのゲーム、俺が知ってるコンパスじゃない。あー、ちょっとゴロゴロやめて、ゴロゴロやめて。あー、もうしっかりやられていく。はい、ただね、最後はしっかりヤンデレのルルクがどうにかしてくれて勝ちと。いや、なんなんだこれ本当に。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイビー。